ということで、今日も動画をご覧いただきありがとうございます、今回の動画はですね、これもね質問に多い、ことなんですけれども、どうやったらオルタネイトピッキングが上手になりますかっていう質問もこれねめちゃくちゃ多いんですよ。で、オルタネイトピッキングってそもそも何なのかっていうと、この右手のピッキングありますよね。このピッキングっていうのは縦に振る、あとは、上に振る、このどっちかですよね。横に振るピッキングってないじゃないですか。横に、まあ、スライドとかはありますけど、基本的には縦に下ろす、振り下ろす、振り上げるのが、ピッキングになります。で、いろいろな速いフレーズを弾いたりするときとかに、全部ダウンで弾くっていうのも結構限界がありますよね。同じく全部ダウンじゃなくてアップピッキングで弾くのも結構限界がある。もっとだから早く弾くためにはどうしたらいいかっていうと、オルタナイトピッキングといって、ダウンアップを繰り返すピッキング、こういうようにダウンアップダウンアップみたいな感じでダウンアップをするピッキングがあります。まあこれはね、普通にダウンとアップを繰り返しているので、まあなんていうんだろう、全部ダウンより全部アップより、かなりまあエコなピッキングになるのかなっていうふうには思うんですけれども、最初にこれはみんなね、僕も最初そうだったんですけれども、少し速いフレーズを弾こうと思うとなかなか弾けなかった時があるんですよね。で、これ多分そういうので悩んでる人たちもたくさんいると思うんですけれども、大体そういうのってオルタネイトピッキングがうまくできてない場合が多いんですね。で、そのオルタネイトピッキングっていうのがこのダウンアップを繰り返すものなんだけれども、弾き方によってはダウンダウンになっちゃったり、アップアップになっちゃったりする人がいると思います。まあ、こういったのをひっくり返るとかよく言ったりするんですけれども、これがうまくできない場合、できないと、なかなか速いフレーズって弾くのが難しいんですね。なので、僕はレッスンで基本何かフレーズを練習するってなった時は、あのエコノミーピッキングよりは、オルタネートピッキングで最初練習しようねっていう話をしています。まあ、エコノミーピッキングはまたエコノミーピッキングの時に、話をしようと思うんですが、まあ、簡単に言うとダウンダウンダウンとか、まあ、スイープとかそうですよね。ダウンダウンで弾くとか、アップアップで弾く、ものをエコノミーピッキングっていうふうに言ったりするんですけれども、そういうものです。で、オルタネートピッキングでやるときにやっぱ一番つまずくのが、最初の方でも言った通り、ダウンダウンとかアップになっちゃったりっていうので、ダウンアップが正確にできない場合が多いんですよ。で、そういった場合じゃあどうすればいいのかっていうふうなところなんですけれども、僕どうやって教えてるかっていうと、実はですね、右手の振りがオルタネートピッキングって大事になっていて、じゃあどういうところが大事なのかっていうと、オルタネートピッキングしようと思うと大体の人がこういう風に細かいピッキングで何とかしようとする場合が多いんですね。で、それだと結構ね難しいんですよ。で、そういった時に何を伝えるかっていうと、こういう練習、ただこれだけ、ただダウンアップでストロークを繰り返す練習で、その時もしっかりと大きく振ってあげる。まあ欲を言えばギターのボディぐらい、これね、意外とやってみてっていうとね、みんなちっちゃく弾くことが結構多いんですよ。で、意外と大きく振るって難しくて、まあ、アコースティックギターであったりだとか、ギターってやっぱいかにこの右手を大きく素早く、振り切るかっていうところが大事になってくる楽器なんですけれども、意外とできない人が多い。で、これをやった後に、じゃあオルタネートピッキングやってみようってなると、意外と早く弾けたりだとか、なんか右手が楽になってることが多いんですよ。なんでかっていうと、これまああくまで僕の考え方なんですけれども、ピッキングって基本的に、まあ、いろんなやり方あると思うんですけれども、上手い人のピッキングは、僕めちゃくちゃいろんな人研究したんですけど、上手い人のピッキング
ので肘から動いている、肘を支点にして動かしている人が多いなっていう印象はあります。なので、オルタネートピッキングするときもある意味その何て言うのかな、信号を肘から出しているようなイメージで引いてあげる。で、肘から出した信号が右手の手首に伝わって、その右手の手首のに伝わった反動というものが親指に伝わっていく、親指と人差し指につながっていくっていうようなイメージで、引いてあげる。そういうイメージを持つことが実はオルタネートピッキングって大事になってくるんですね。なのでオルタネートピッキングがあまりうまくできない人であったりだとか、オルタネートピッキングがうまくいかないなっていう人に関しては、多分ここだけでピッキングをする場合する人とか、あとは手首の力だけでピッキングしてる人が多いんじゃないかなと思います。で、そうするとやっぱり手首だけを使ってピッキングをすると疲れも早いんですよね。ここしか使わないから、親指だけだったらここしか使わないからすぐ疲労してきてしまうんですけれども、ここを支点にして動かしていくことによって、いろいろな、なんですかね、遠心力であったりそういう振動を利用して手首が動いていくことになるので、なんていうのかな、ここだけを使うのよりは明らかに、負担が少ないんですよ。で、なので、なんていうのかな、肘からこうやって動かしてあげると、この手首であったり指も動かしやすいよっていうような、まあ、僕の見解なんですよね。なのでこういう風に動かしてあげることによって、ここが結構ストレッチなんですよ。で、体も、あ、なんかここから動か、あのピッキングするんだなっていうような意識になるので、ピッキングがオルタネートピッキングが肘から始まったピッキングっていう風に体が覚えやすいんじゃないかなと思います。すいません、なんかちょっとあんまり、ね、話がまとまってないかもしれないんですけれども、そういう風に俺は考えています。なので特に何も別に何も抑えなくていいので、こういうシャカ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 っていうような感じで16部で右手を振ってあげる。で、なるべく大きくで、しっかりと肘を支点に動かして、遠心力で手首と指も動かすようなイメージ。これをちょっと前に30秒ぐらい続けた後にいきなりやってあげると、実は、ね、めちゃくちゃ指オルタネートピッキングがスムーズに動くので、ぜひチャレンジしてみてください。なのでピッキングをここだけでやってる人、親指だけでやってる人は要注意です。腱鞘炎になりやすいんで、しっかりとこの肘から信号を出しているイメージを持つということが大事だと思います。まあ、やっぱこうやってね、ギターは、ね、なんていうのかな、音楽なんですけれども、まあ、体を使って、手を使って腕を使って、いろんなところを使って弾くものですよね。なのでスポーツと一緒なんですよ。体の動かし方、体の、使い方によって成長の度合いであったりだとか、上手い下手が変わってきます。なので体の使い方っていうところをしっかりと意識する、知った上で演奏するっていうのは非常に大事なことだと思うんですよね。なのでぜひオルタネートピッキングうまくできないなっていう人はちょっと騙されたと思って、まずはこの肘から動かすストロークの練習でほぐしてあげた状態でピッキングを練習してあげてほしいかなと思います。なかなかね、オルタネートピッキングって最初うまくいかないから、うまくいかないんだけど早くやりたい、しっかり弾きたいっていうような気持ちが先行しちゃって、どうしてもみんな早く弾いちゃうことが多いです。できてないのにね、多いので、焦らずゆっくり練習してみてください。自分でちゃんと弾いて、あ、今ダウンアップ続いてるなとか、そういうものがちゃんと把握できた状態でやっぱ演奏しなきゃいけないので、しっかりとゆっくり弾いてあげるっていうところが大事かなと思います。ということで、結構これもね、質問に多かったオルタネートピッキングの克服法、オルタネートピッキングを上達っていう、オルタネートピッキングでこううまく演奏するっていうところの動画でした。少しでもちょっと良かったな、ためになったなと思ったら、ぜひ高評価の方よろしくお願いします。
。あとは、新潟市内を中心に、ギターレッスンを行っておりますので、ぜひちょっとレッスン受けてみたいなという人は、概要欄に貼ってある、メールアドレスの方から、ご連絡いただければと思います。今日も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。じゃあまたね。